はい、こちらですね、お手元の方に、お配りしてます NIC 在校生のアンケートにつきまして、少しだけ、結果の報告をさせていただきたいと思いますので、ちょっとこちらの方をご覧いただきます。こちらの方ですね、こちらの召し上ですね、こちらの前方のちょっとスクリーンを下ろしますので、まあ、今さらにちょっとこちらの端の方にお座りいただいて、お申し上げますが、岩井さん、頭の上の方ですね、お手つきください。つい前にですね、外部のですね、マーケティング会社の方から NIC 生のですね、意識調査ということで、行いまして、NIC 23期生ってどういうことを思ってるのということで、こちらの方に、まあ、簡単にですね、まとめてみました。まずですね、1ページ目、NIC へ入学どう変わりましたかというところでね、もうこれダントツです。 23.4% 勉強量が増えたということですね。まあ、ちなみに私の娘も4月から NIC に18年待った甲斐がありましてですね、入れさせていただきまして、勉強量を7、8倍になってますね、高校のね。それがもう普通です。で、まあ、先ほど言いましたタイムマネジメントスキル、これ仕事でもね大変大事ですけども、そういうのが上がった。あと精神的に強くなったと、こういうところが非常に顕著です。次が NIC を選んだりもね、これは NIC 直感力という学生に言ってますけど もう見てね、留学生に NIC だと思ったとね、こういった方が非常に多いですね。あと自分が変われる、本気で学びたい、直感で決めたという方がね、非常に多かったです。続きまして、NIC の入学決定に親の意見に影響がありましたか。まあ、ある方とね、ない方いらっしゃるんですが、比較的最近はもう自分先行型ですね。先ほど の岩井さんのようにね、もう決めて最後の10分で勝負みたいな、そんな方もね、増えてますけど、まあ、ご本人が非常に一生懸命こうそういった思いを持っている方が特に NIC 生とかね、多いようでございます。あとね、親が留学経験あって進めていただいたですとか、本当にお父さんもお母さんがね、推薦していただいたという方もいらっしゃいます。で、次がですね、先生の影響ですね。これは意外と予想よりかですね、まあ、低かったと思います。79% がね、ノーで、21% がまあです。まあ、あまり先生の、まあ、いろいろと言うのを、ね、聞き流すというのがありましたけどもね、聞き流して、まあ、先生は卒業して成功しちゃうと、まあ、よかったなってね、急に手をかけているようにですね、変わる人結構いらっしゃいますので、まあ、ご本人次第じゃないかなと思います。次がですね、NIC のどんなところが好きですかというところでございます。これ在校生のお二人もね、このアンケートに加わっていただきましたので、どうぞ梶村さんからその辺をしていただけますか。どんなところが好きかというと、私も一番は友人関係と、精神的なものだと思います。一番は精神面がとりあえず強くなれる場所だと思います。 NIC は私はものすごくネガティブで、自分にはできないんじゃないかなとか、限界が、自分の限界を自分で決めていて、できない自分が当たり前で、まあ、それでいいやっていうふうに考えてたんですけれども、 NIC をすると、やらなければいけないことがものすごくたくさんあって、でもやっぱり友達やスタッフの方々が支えてくれるので、それはもうとっても自分の中の支えになるので、やっぱり自分の中では友達関係が良くて、学校自体がアットホームで、みんなが友達で、クラスなんて関係ないぐらいにみんなが友達で仲良くやっているので、私はそこが NIC の一番好きなところだと思います。はい、川田さんいかがでしょう。私はですね、どんなところが好きですかという質問ですけど、このアンケートでは一番少ないところですね。自分が変われる、夢があふれるところという答えなんですけれども、私にとっては NIC は本当に自分が変われて夢があふれる、その文字通りのその場所です、場所でした。と言いますのは、先ほども申しましたように、私は一度日本の大学に進学していて、その環境をもう生で感じていて、もうその環境と今の NIC 生としての生活の環境の違いに、もうものすごく毎日、こんなに頑張れる、夢があふれる、自分が本当に変われるような場所があるんだっていう存在に、もう毎日驚いております。と言いますのは、クラスメイトですね、私と同じようにこう夢を追い求めて日々勉強に大変なんですけれども頑張っている、もう
お互い刺激を受け合えるようなすごくいい仲間と出会えたのも嬉しいですし、またそのクラスメイトとの友達以外にも日本人のスタッフの先生含めもうたくさんのもう自分と本気で向き合ってくれる大人と出会えたところがもうこの NIC だったので、このどんなところが、そこが私の NIC の一番好きだなって思うところです。はい、ありがとうございます。じゃあ次の方ですね。他の大学のところに羨ましいと思うと、これはマーケティング会社の方がですね、ちょっと驚かれてですね、なんかやっぱ羨ましいと思うのかなと思ったら、特になしがね、圧倒的に 36.4%、もう我が道を行くというね、もう感じですね。他のことは知ってることじゃないって感じで、もう忙しいっていう感じですね。ただ中にはね、楽しそうとかね、気持ちの中ではちょっと遊びたいとかね、ありますけども、まあ、短い時間でも当然やりましても、アルバイトもクラブ活動も遊ぶ時間も当然ありますので、そういう分でもね、問題はございません。はい、次のお願いします。NIC良かったと思うところ、まあ、今のね、コメントも出てましたけども、多くの学生さんが、まあ、先生、スタッフ、友達が良いということで、まあ、NIC は本当に卒業、まあ、今お休み中なんですけども、どんどん卒業生とか在校生とか、まあ、一時帰国生も含めて、どんどん転職相談が来ますね。ですから、そういう意味ではこう NIC がホーム第二の家庭みたいになっている方が多いですよね。やっぱり海外はホームカミングって言いますよね。NIC、私、日本大学、私も行ってたんですけども、ホームカミングってミッション系だったので、行ってる意味全然分からなかったんですね。ホームじゃなかったので、ホームに帰ってくるっていう発想はなかったんですけど、NIC に来て初めて、学校が第二のホームだから、そこに帰ってくるのはホームカミングだって、やっぱ、なるほどって思ったんですけども、まあ、それぐらいやはり NIC が居場所になってるっていう感じですね。はい、じゃあ最後お願いします。まあ、これは先ほどお話ししてますけどもね、広田の声でもありましたけども、1年勉強時間、これも、10年前は 5.17 時間で、今、現在 5.4 時間ですね。まあ、若干3時間という人もいますけど、平均は 5、6時間ですね。多い人は9時間もやってるということで、うちの子供大体7、8時間やってますね。アルバイト以外はそれぐらいやってるので、まあ、それがもう平均ですね。まあ、これぐらいやってるから伸びるというね、そういったもうきちっとした結果ですね。はい、ありがとうございます。